顔東京都の民は、昔々、江戸に岡田八八郎という侍が住んでいました。八八郎には、ただ一人の娘がいて、その名を静といいます。しずは朝顔の花が大好きで、14歳の時に朝顔のつぼみを見つけて、こんな歌を作りました。 いかならん、色に咲くかとあくるよ。松のとぼその朝顔の花。父はこの歌を短冊に書いて、妻に見せました。あの小さな胸に、どんな色に花が咲くであろうと、次の朝を待つ心じゃ。はい。 まこと、素直に歌われております。ところが娘のしずは、この年の冬に風をこじらせて、そのまま死んでしまったのです。残された父と母は、とても悲しみました。さて、夏も近いある日のこと。母が何気なく、娘の手箱を開けてみると、 中には小さな紙包みがいくつも入っていました。そしてどの包みにも細い綺麗な字で桃色、空色、絞りなどと色の名が書き記されていました。一色ずつ紙に丁寧に包んだその色の朝顔の種です。ああ、娘はこの種をまいて、 それぞれの色の美しい花の咲くのどれほど見たかったことでしょう。そう思うと母はたまらなく切なくなりました。そうだわ、せめてこの種をまいて娘を弔いましょう。母は庭にその朝顔の種をまきました。日がたってつるが伸び、やがてつぼみがつきました。 夏の朝、八八郎を仕事に送り出した母は、ふと庭の朝顔を見ました。すると、美しい一輪の花がパッと咲いていて、その花のそばに娘の静が立っているではありませんか。おお、静、静かい母が思わず声をかけると、娘は嬉しそうににっこり微笑み、 そして小さな声で、お花をありがとうと言って、そのままスーッと消えてしまいました。夕方になって、父の八八郎が帰ってきたとき、夕方にはしぼむはずの朝顔は、まだ美しい色で咲いていたということです。おしまい。 Thank you